日本国王は日本の国王を意味する称号。通常は中世紀から近世紀において特に地方の皇族勢力や武家政権の長が対外的に使用した称号を指す。南北朝時代、九州を掌握する南朝五大五天皇王子、金長親王が明太祖から日本国王、領海の風合を与えられ日本国王に作法された。 ついで、室町時代、室町幕府三大将軍、足利義満が、日本国王元動義として、日本国王に作法されて以降、室町将軍の外交称号として使用された。中国の史書では、日本の統治者を和王と称していたが、東大以後、日本国王号が使用されるようになり、登場小極郊張先生文集には、直日本国王書と記されている。 原始日本殿には、1266年、元朝皇帝不備来藩から日本国王に送った国書があるが、両者とも天皇を呼んだものである。南北朝時代には、金永新皇が和皇の取締りを条件に明朝から作法を受け、領海の名で日本国王の称号を受けている。金永新皇の勢力が駆逐された後は、幕府や九州の大名が日本国王、 了解と称して、対民貿易を行う変則状態が続く。室町幕府の最初の外交は、中国の王朝が元から明に変わる直前の1366年に和光金圧を求める高麗の施設が来日したのが最初である。当時の北朝は、高麗の施設が元の政党行中諸将からの私分と統付を持参したことから、かつての原稿などを理由に、 施設受け入れを拒否したが、二大将軍、足利義明は、五三派の前奏である、春奥明派を仮に、総録の資格を与えて、交渉に当たらせるとともに自らも死者に委員した。だが、朝廷が施設の受け入れを拒絶していたため、義明は正式な回答を、後来側に与えることができず、春奥明派の名義、世尊寺、幸忠の執筆によって、非公式な返書を与えている。 吉明の後を継承した足利義光は日民貿易の一元支配を望み、1374年以来、数字にわたって施設を送る。明朝側としても和光を取り締まる能力のある日本の支配者との通行の必要はあったものの、受学復興が叫ばれていた当時、日本国王として作法された、 金永神道の上評分を持たない死者の来航を認めない方針を取り、足利氏が日本の君主ではなく、寿命と日本の王位を争っている人物名と解釈していたの進化の将軍に過ぎないことを理由に通行を拒否していた。しかし、1380年に発覚した民の佐上将、小伊王の無本と当時時官出家していた吉光が、 天皇の進化という立場を取らずに通行を試みようとした結果、1401年、日本巡産公道義の標文を携えて派遣された、施設はついに目的を果たし、日本国王元道義宛ての見文帝の証書を携えて民主と共に帰国した。吉光は北山台に民主を丁重に迎え、自ら廃棄して証書を受けたという。ところが民氏の滞在中、 西南の変により清祖栄楽三角が即位。義光は栄楽三角にあてて国書を送った。即位して間もなく、三奪者との素知りも受けていた栄楽三角は、外恵比寿からの施設の到来を自らの天使としての徳を証明する者として喜び、義光に日本国王の印と通行に必要な官号符を与えた。こうして義光は日本国王の称号を獲得し、 中華皇帝に侵入する外信として認知され、開秩所における国王,王として承認された。これにより足利家が官房貿易の主導権を握った。義満以来、室町幕府内でも異常に侵入する姿勢に批判的な意見が根強かった。義満の死後、四大将軍となった足利義持は民と断交するが、六大将軍、足利義則が民との国交を再開。 国王号も復活した。これに伴い、朝鮮からの来所にも、将軍を日本国王と称したが、日本側では、日本国皆本の王の,の称号を用いた。なお、この時、日本国王という称号をめぐって議論があり、万歳は官僚細川持ちこれを通じて、将軍は日本の覇王であり、国王の称号を用いて、誰にはばかるところがあるのかと進言したと記している。 幕府の討議の結果、ただいま六王院伝の御沙汰を改められるの上場、一向彼のご卑怯委長に仰せ表せられるに、相当たるべきか、の宣令を改めるようなことをすれば、彼の虚偽を外国に言い出すようなものではないかとして、日本国王号を採用した。しかし、一方で将軍が民皇帝の直所を受ける際に将軍が拝礼する、ことが問題になった。 交渉の結果、拝礼の儀を簡略化することで合意が成立した。この際、満載は当初反対していたが、賛成に回るにあたって、本当の日本国王が拝礼することは信慮に背くことになるが、将軍は民側が思っているだけの日本国王なので、拝礼は差し支えないと回答している。七代、足利義勝以後の将軍が民の作法を受けた事実は確認できない。 だが、法徳三年に八大将軍、足利義成が、民の影休み門に施設を派遣した時の上標軍、及び影休み門からの直輸に用いられている犠牲の称号は、日本国王であり、民側においても実際の作法の有無を問わず、武家政権の長である義成を国王として、認識していたことがわかる。なお、義政は家督を、息子の義直に譲った後も、祖父、 義満に習って、日本国巡産行動を喜びと署名した書状を、朝鮮に送るなど、外交面においては、主導的な立場を保持し続け、日本国王の地位を修正手放すことはなかった。その後も足利将軍は、民や朝鮮では、日本国王と認識されていたが、細川氏や大内氏、創氏などが、実際の外交の実権を握った。 日本国王の上標文が偽造される場合もあった。吉光の金印は戦乱により消失したため、代用品として木印が用いられた。大明寺の変の後に、大内義長により作られた木印は、毛利元成の手に渡り、毛利博物館に所蔵されている。なお、大内義長と毛利元成は木印の保有者として、日民交易の再開を求めたが、 三奪者として、長考を認められなかった。日民関係は1547年の県民選で断絶したが、1581年と1583に、朝鮮国王が日本に送った国書の宛先の日本国王とは、室町幕府の15代将軍、足利義明であった。名皇帝直輸よりは水国立歴史民族博物館展示。 安土桃山時代、文禄の役の講和折衝にあたり、秀吉は朝鮮の領土活動、名王女の降下、朝鮮王子の人質などを要求したが、現場担当者がこれを握りつぶし、秀吉に降伏の意思があると伝えて和議が成立した。これを受けて、民の真相万歴帝は、豊臣秀吉に孔明を与えたが、その中に、ここに特に何時を封じて、 日本国王となすの一文があった。この時、皇帝の進化である国王とされたことに激怒した、秀吉が孔明が書かれた国書を破り捨てたなどの逸話があるが、後世の創作であり、実際には国書を下げ渡された、堀尾義春が保管しており、現在も重要文化財として、大阪歴史博物館に所蔵されている。島津義弘が、 息子の忠常宛に出した書状には1596年9月1日に民の施設に対面した秀吉はご機嫌であり、作法そのものに秀吉が反発した様子は伺えない。しかし、朝鮮王子が来日しなかったことが原因で講和が破れ、戦争が再開したという。ルイス・フロイスによると民氏は、 明帝が秀吉を日本国王に封ずる旨を書いた板を掲げて、堺から大阪に向かったと伝えている。明王像豊たか大公作法文、秀吉清正記念館、秀吉死後の徳川家康は、明と朝鮮に対して戦後処理交渉をはじめ、明や朝鮮への人質の送還を命じ、1600年8月には、商人、島原宗康が坊の津を出港し、 人質のカヤ国家を復讐経由で北京まで送った。1606年冬に朝鮮へ送った国書では、日本国王家康が称し、かつて秀吉が受け取った日本国王の金印が押された。江戸幕府二大将軍、徳川秀忠は、李氏朝鮮との国交修復を図り、津島藩主の創始に交渉を命じた。しかし1617年、1624年と、 朝鮮施設への編書について創始は国書を偽造し、その国書において将軍の肩書を日本国王とした。しかしこの偽造は官営10年には発覚し、幕府はこれ以後将軍の肩書として日本国大君の称号を使用した。徳川家信の時代には荒井白石の権技で一時的に日本国王を用いたことがあったが、徳川吉宗は再び大君号に改め、 以降すべての将軍は、太君号を使用した。なお、幕府が定めた金中並区下書ハットには、僧城の任命規定を定めた14条に、国王という文言が1箇所あり、18世紀後半に成立したハットの注釈書、慶長区下書ハット注釈前では、天使、将軍を意味するとされている。1617年に、維新数伝が徳川将軍の称号を、 日本国源元の棒と称して、王を書かず、中華思想圏の朝鮮から見た日本が作法国の王でない点を考慮し、日本の王と朝鮮の王は国書のやり取りをしないと述べている。この王は作法国の王でなく、天使、将軍を意味する王であった。明治時代以降は天皇が対外的に日本国皇帝もしくは日本国天皇の号を用いたために、 日本国王号は用いられることがなくなった。朝鮮半島では、長らく自らの王や周辺諸国の王が、公や帝の文字を使用することは道理に反するとして認めず、天皇のことを日本国王、日王などと呼んできた。現在でも公式な場以外のマスコミなどでは、日王と呼ぶか、天皇と呼ぶかで意見が分かれており、大半は日王表記が主である。 1986年、中曽根康弘首相に宛てたスワジランド国王ムスワティ賛成、即意式への招待状の名義が、日本国王、中曽根となっていたため話題となった。田中武夫、前近代の国際交流と、外交文書、吉川博文館、1996年がいい一漢字文化圏の中の武家政権、桜井英治。 室町人の精神講談者学術文庫2005年堀新室町幕府外交は王権論といかに関わるのか2000年桜井英治日本の歴史中に室町人の精神 ISBN978 から40億6291912875万75から7 6 p 田中武雄全近代の国際交流と外交文書 吉川博文館、1996年、第2、足利将軍と日本国王号、神谷厚史、大育外交と、東、アジア吉川博文館、1997年、神谷厚史、大育外交と、東、アジア吉川博文館、1997年、神谷厚史、大育外交と、東、アジア吉川博文館、 1997年1999年日620世紀スペシャル第18巻講談社ありがとうございます。